ジャズバス欲しいっす。買いましょう。あのこのジャズバスは正直使いすぎな気がします。だって俺ジャズバス買う直前にいろいろ調べてた。原田君の日記出てきた。動画出てきた。ジャズバス調教。この前俺も見た。あ、ブリッジのあのあれは変えてるんだとか。そうそうそう。これがね。アームも変えたんだ。何してたの。マスタリーブリッジを検索すると Google から3番目で見る。あのマスタリーブリッジをメーカー偽ハローさんです。そういうの多いんです。日本でそんなこと気にしてる人があのメーカー以外に原田君しかいない。まあ、あんまりこれは言及する人がいないんで。そうですね、うん、俺もこれ買おうか迷ったんですけど、あの僕の、あの問題の米元が乗るかどうかっていう、あそれがかなり問題 で、 そうですよ。まずこのブリッジが結構高いっていうのもあって、ね、うん、それでみんな安くはない、そうで、うん、みんな二の足踏んでるのと、あとみんなやっぱバズストップつけて終わり、あとはブリッジはムスタングにして終わりっていう人がすごい多かったりとか、あとそれ以前にやっぱもう物が物でなかなか扱いづらいから、もう放り投げちゃって引かない人とか、その回になっちゃった。あ、まあ、ゆくゆくは、ゆく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 そういうところですよ。気づいたらね、部員よあの4名中ね、3名のジャズマスを持っていた。そうだ、俺だけ持ってないから、ちょっと買わねえとまずいかなっていう。まあ、まあ、共通するギターでジャズマスターってなかなかないですね。いや、だから、一人だけバッシュ履いてないでバスケやってるみたいな。マジで仲間外れ感半端ないから、あいつだけ体操シューズじゃねっていう。体感もかけちゃう。でもスリーポイント入んだぐらいの、まあ、しかも何をじゃ三者三様のジャズマスターですから。体感ばきあいつ上履きで体育館入ってね。そうあれみたいな、足すれねえのあれみたいな、それぐらいの。そうですね、じゃあ次回はモジュレーションですか。モジュレーションで、モジュレーションで千葉くん来いと。千葉くんを、はい、まずじゃあ呼びましょう。ってことはあれだろ、エレハモ尽くし、エレハモ尽くしかな。あ、弁当箱コーナー作る。作り雑です、ね、作り雑です。モジュレーション、ハナさん、なんかもうすでにこれ、じゃあこれかなみたいなありますか。モジュレーションだと、モジュレーション、モジュレーションかなり限られますからね。まあ